ご視聴ありがとうございます。熊本駅にいるんですけどね、なんか新幹線が遅れてるらしいので、観察してみようと思います。50分近い遅れが出ていますね。先に謝っておきますが、動画にするつもりなかったので、両適当な感じになってます。お許しください。14番乗り場、到着の列車は、回送列車となります。まずやってきたのは、当駅止まりの、燕337号です。この列車は定時で走ってたみたいです。調べてわかったのですが、山陽新幹線第4管区のため、急停車したそうです。そのため、直通運転している桜号と伊豆号を中心に遅れているみたいです。九州間欠の燕号には影響がほとんどなさそうですね。最近新幹線の4管区とか、多い気がするんですが気のせいですかね。まあでも、違和感を感じてすぐに急停車するのは重要ですよね。いつも安全運行ありがとうございます。鹿児島中央行きが参ります。安全柵の内側でお待ちください。遅れている割にお客さんが少ない印象でした。博多方面はめっちゃ混んでましたけどね。そっちは遅れてないんですけどね。次に桜563号が来るらしいです。この列車は約50分遅れています。熊本です。ご乗車ありがとうございました。号が発車した直後なんですが、もうすぐ水穂611号が来るらしいです。3分間隔くらいで運転されてますね。東海道新幹線並みですね。水穂611号が来ました。40分弱の遅れです。ちなみに先ほどの桜563号は熊本から先各駅に止まるタイプなんですけど、水穂号は終点の鹿児島中央までノンストップなんですよね。それが3分続行で出て行ったということは、伊豆号はノロノロ運転確定ですね。途中の新居山駅がこの先唯一退避できる駅なんですけど、そこで退避したんですかね。退避してたら面白いですね。運行時は退避する列車ないですからね。それどれで見るとこんな感じです。この先の動向も確認すればよかったんですけどね、完全に忘れてました。でか熊本駅周辺の列車多すぎですね。博多駅の燕が発車していきました。最後に回送列車を見送って終わります。ちなみにそれも伊豆号の3分続行です。